株式会社、近鉄百貨店は、日本の百貨店の一つ、近鉄グループの主要企業。本社、本店は、大阪市安倍の区安倍の筋1-1-43。旧、丸物時代から続き、大阪証券取引所、第一部に株式コード8244で上場する。前身は、1920年1月に創業した。 百貨店京都府京都市が発祥の地の丸物をルーツとする旧京都近鉄百貨店と近畿日本鉄道の直営百貨店部門から分離し発展した旧近鉄百貨店に分かれる。親会社の近畿日本鉄道は三菱グループと密接な関係を持つが近鉄百貨店は大臨会の会員企業である。旧京都近鉄百貨店の前身丸物は 中林二一郎によって創業。創業時は京都物産館という名前で、そのマークと他地域への出店とがきっかけになり1931年に丸物に改称。その後、最盛期には東京池袋駅ビルなどにも東京丸物として店舗を展開していた。2012年2月29日に閉店した平方店も元は平方丸物であった。 中林の守護経営が悪化し、近鉄グループ入りした。最終的に、ギフ店と本店の2店が残ったものの、経営状態は悪いまま推移した。本店については、京都駅前に立地していることを意図した、フロント京都丸物のキャッチコピーが掲げられてきたが、1977年に、社名、両店名とも、丸物から京都近鉄百貨店に変更され、フロント京都の キャッチコピーもやがて消えた。なお、平方かたまるものは、京都近鉄百貨店とは別法人の、平方近鉄百貨店として、近鉄グループ入りした後、1998年に、近鉄百貨店に九州合併された。旧近鉄百貨店は、近畿日本鉄道の前身、大阪電気軌道の直営で開業した、上本町店と、旧大阪鉄道の子会社で開店した安倍の本店を、 期間に一時期は東京、吉祥寺にも進出するなど各地に展開していた。遠隔地の店は経営状態が悪く不採算店を閉鎖、また京都近鉄百貨店は岐阜店を閉鎖、京都店も JR 京都伊勢丹の開業で業績がさらに悪化したため、プラッツ近鉄に業態変更した後、2001年に旧京都近鉄百貨店と 旧近鉄百貨店は合併した。旧京と近鉄百貨店が旧近鉄百貨店を合併する形ではあったが、目的は経営が悪化していた上場会社の旧京と近鉄百貨店を非常上の旧近鉄百貨店が救済する合併であった。合併時に、称号を株式会社近鉄百貨店に改めるとともに本店を旧近鉄百貨店の本店に移している。 2007年2月28日には、最も古い京都店が閉鎖となった。渡辺節設,設計の文化財級名建築であった建物は2007年秋に取り壊されており、跡地に、ヨドバシカメラマルチメディア京都が2010年11月5日に出店した。一方で、安倍の本店では、本館の西側部分を改築して、安倍のハルカスを建設し、 2014年2月22日に、安倍の遥かす近鉄本店として、日本最大級の店舗として、全館開業した。また、上本町店も、隣接の再開発ビル上本町ユフラの開業に、合わせて、全館改装が行われた。近鉄グループは、三重県にある、三重交通グループを参加に置いている。三重交通の百貨棚子会社であった。 参考百貨店は2006年12月30日に閉店したが、近鉄百貨店は、その際、営業券の一部を譲り受け、参考百貨店が発行した商品券類の一部を、近鉄百貨店が発行したものとして取り扱う措置を取った。安倍の春夏近鉄本店、近鉄南大阪線大阪安倍の橋駅と併設。安倍の春夏近鉄本店、 ウィング館とタワー館上本町店四日市店、草津店和歌山店東大阪店名古屋店丸物関連商業施設近畿日本鉄道が大阪近鉄バファローズのオーナーとなっていた時代近鉄グループである同社は同級団のパシフィックリーグ優勝記念セール及び日本シリーズ5千円感謝セールを行ってきた2004年を最後にオリックスブルーウェーブとの合併により オリックス・バファローズとなってからは、優勝実績がなかったこともあり、優勝記念セールや、5000円感謝セールは行われなくなっていた。しかし2008年には、同社各店、四日市店を除くにおいて、読売ジャイアンツのセントラルリーグ優勝記念セールが、行われた。これは、同球団の優勝記念セールの権利を所有する、三越伊勢丹グループの店舗が少ない近畿地区において、 のみであるが、校舎は JR 大阪三越伊勢丹時代も、巨人優勝セールの実施はない、それを補助するために行われている。加えて、オリックスバファローズ発足後は、近鉄グループが同級団へ20%出資し、ユニフォームの袖部分にも、近鉄のロゴを掲示するという3年間の暫定処置が2007年に終了し、同級団から、 近鉄グループが完全に撤退したことも理由に考えられている。また、近鉄百貨店自身も、かつては三越との間で商品券の相互利用を行ったり、中元聖母など贈答品の共同配送を行う、などの提携関係があったほか、近畿地区の他の百貨店、スーパーマーケット各社は、どちらかといえば、阪神タイガースの優勝。 応援セールの方を行ってきたこともあり、それを行ってこなかった近鉄百貨店が引き受けることになったものとも言われている。また近鉄球団が1990年代まで公日の監督人事や交換トレードなどで巨人フロントと相互連携を行っていたなど友好的な関係があった過去もある。2009年度は9月23日に巨人が3年連続で セリーグの優勝を決めたことで、近鉄百貨店としては2度目となる、セリーグ優勝記念セールが、翌9月24日から9月30日までの7日間、開催された。そして11月7日に、同球団が日本シリーズで優勝したことにより、翌8日から14日までの7日間、前述した各店舗にて、同社としては、初の日本シリーズ優勝記念セールが行われた。 なお2012年度は、巨人が3年ぶりのセリーグ優勝、並びに日本シリーズ優勝を決めたが、同社各店では、優勝記念セールは行われなかった。以降近鉄百貨店では、プロ野球の優勝セールは行われていない。ちなみに、名古屋店と四日市店が除かれているのは、両店舗とも、中日ドラゴンズのホームテリトリーという事情によるもので、ある。両店舗では、 2008年と2009年にそれぞれ中日ドラゴンズ5千円感謝セールが行われたほか、2010年と2011年にはドラゴンズがセリーグの優勝を決めたことで、両店舗ではセントラルリーグ優勝記念セールが行われた。ロゴマークは天命のローマ字がデザインされている。危険鉄が海、愛が緑を表し、全体が地球を表しており、 地球と調和しようとする姿勢を表現している。放送紙ショッピングバッグのデザインは、ロゴマークと同色の青と緑色のものであったが、2013年6月13日の、安倍の遥かし近鉄本店タワー館の先行開業に、合わせて、K を起点とした一筆書きの、広がるつながりをテーマとした、黄色を基調とする新デザインに変更された。近鉄松下百貨店。 ありがとうございます。